35 YouTube チャンネル第何だか忘れちゃった。はい、今回は、前回に引き続き装備品紹介ということで、今回はですね、新たにゲストじゃないですけど紹介してくれる方を用意しました。山中龍生選手。はじめまして、山中龍生です。まあでもね、あの元スリ企画でねやってるから。そうですね。で今回はね、まあ自分もつなぎが来たっていうのもありますし、早速装備品の紹介を、じゃあまずは私のグローブからいく。はい、そうですね。そうだ、俺もねようやくつなぎが来たので紹介ができるようになりました。じゃあまずはグローブから。流星はアルパイン。そうです。アルパインってなんかすごいブーツのイメージ。そうですね、ブーツが結構有名ですよね。ねえ、グローブってあんま趣味ないかな、国内で使ってる。まあ、そうですね、まあ自分グローブの餌としてみれば、なんだろう、まあ、最初は少しずつちょっと硬いんですけど、だんだん慣れていくとやっぱ繊細な動きもしやすくて、でまあ転んだ時に頑丈だっていうのも、もう自分気に入ってる理由の一つですね。まあこういう、逆に言うとだってモト GP ライダーほぼほぼアルパインだもんね。そうですね。みんなグローブとかもアルパイン。まあほぼほぼ。はい。で俺のは、まあ、フーリガンのやつなんですけど、まあ、今年からかな、ちょっとモデルが、グローブのモデルが変わってだいぶがっちりするようになったんですけど、正直去年のはちょっと怖いぐらい、このね、上がメッシュだったの、革じゃなくて。涼しそうですね。涼しいし、めちゃくちゃ柔らかいけどちょっと転ぶと怖い。で、要望を出したらこれを作ったの。オーダーメイド。オーダーじゃない、オーダーじゃない。まあでも、ところどころオーダーで作ってる部分とかもあるけど、この手のひらの形とかはもうやっぱね、海外ブランドのいいところ、オーダーっていうか、自分の言った通りに作ってくれる。ああ、全部自分が気に入る。そう、例えばこことかも最初なんかプラスチックのさ、これこういうのがついてたんだけど、あると邪魔だからって言って、はい、いらないって言ったら取ってくれる。へえ、逆にスポンジを入れてるみたいな。そうっていうのがフリガの良さかな。まあでもあとは革はめちゃくちゃ柔らかい。フリガ新品でも結構柔らかい。お、柔らかいな。かな。まあグローブはね、大切ですね。いいのしててもこうなっちゃうから、しょうがないけど。指は削ると本当に痛い。一番怪我したくないもん、指。もうこれ曲がらないんですか。いや、曲がる。動くけど、なんだろ、怪我したて、大根おろしみたいにさ、アスファルトで擦られてから、あの状態でここまで持ってくるまでなんか2ヶ月ぐらいかかったかな。1ヶ月は2ヶ月ぐらいかかったけど、その間さ、風呂とかもさ、全部気ぃつけなきゃいけないじゃん。もう不便でしょうがない。痛そう。もうこういう状態ですもんね、ずっと。そうずっと。でもまあ伸ばせないからさ、こっちであれだから怪我してるから。で、これやった2、3週間後に鈴鹿で走んなきゃいけなくて、はい、めちゃくちゃ痛かった。痛いながら走った。汗かきながら。前、じゃあグローブはそんなところかな。はい、で多分一番の見どころ、レーシングスーツ。これね、多分日本で国内でアルパイン使ってる人ってなかなかいないよね。国内はいないですね。ね、なんでなかなか見る機会がないと思うんですけど。ちょっと向こうの方行く。さあ、もうね、MotoGP と言ったらって感じだよね。まあそうですね。まあデザインが一番かっこいいですよね。いや、それはどうかな。いや、かっこいいんだけど、かっこいいんだけど、なんかアルパイン使ってるだけでちょっとかっこいいよ。どう？革とか。まあでもすごい、自分初めて来た時から結構慣れが早いですね、自分は。一本目は最初にさすがに硬いんですけど、もう走ってるそこごとにもう柔らかくなってきて、もう新品から全然いい。自分の体に馴染んでいくっていうか。そうですね。これエアバッグ付きでしょ。エアバッグ付きですね。エアバッグどんな感じ。エアバッグはまあ中にそのシステムっていうんですかね、が付いてて、まあこのセンサー、まあこのこことこのセンサーがつくと、肘で
センサーが、まあ、オン、電源オンっていうんで電源が入るんだよね、これで入るんですね。そうだね、電源が入って、で、システム自体は背中に入ってなきゃあるから、ね、そうですね、システム自体はこの、この中にここだよね、全体的にだけそうですね、ちょうどここですね、亀の甲羅みたいな。そうですね。なんで、これはこれはまあ、キャメルバッグ入れたり、あー、もう入れられるようになってるんだ。まあ、こうやって開いてる感じですね。自分ここにあれ、センサーの心拍ブレードに入れてるんですけど、はい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 、なるほどね。結構使い込んでる。そうです。まあこの間テント、大きなテントをしたらもうここもぐちゃぐちゃになっちゃって。どこで？これは茂原ですね。茂原でこのハイサイドをしまくって一回やったらぐちゃぐちゃになっちゃって。修理とかは絶対全部持ってかないとだもんね。そうですね、送ってか持ってって。でもそのテントでも切れないので結構安心して使える感じですね。自分は結構お尻とかすぐ切れちゃうんですけど、あんまり切れないんで。あとね、多分ね、海外メーカー、まあ、日本国内もトップ主要選手はそうかもしれないけど、何がかっこいいってプリント、ワッペンじゃなくてプリント。確かに、それはやっぱちょっとかっこいいポイントだよね。確かに、うんと、いいですね。プリント大変だからね。うん、とかパンチングも細かいな。まあ全部ここまで入ってる感じですね。アルパインいい。アルパイン以外、タイチ。タイチと、あと、ビルコス？あ、そう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 。ビルコス。はい、じゃあ、自分のは。はい、自分のはフーリガンなんですけど、なんだろうな、フーリガンの特徴、足とかかな、ここがメッシュ、おお、メッシュ、メッシュっていうか分厚い、なんウェットスーツの素材みたいな。はいはい。これ雨とかあんま浸透してこないんですか？してこない。うーん、そうだね。っていうのとね、ここの股上がすごい、ここが長い。おだからチャックはその下ぐらいまでしかないかな。あー、なるほど。ちょっと着たり脱いだりは大変だけど、その分柔軟性は出るっていうと、トイレに行くの大変。いちいち全部脱がないと、ないですよね。普通のだったらさ、下げればここやってできんじゃん。アルパインもちょっと高め、高め。だからもうこう、こう、こう、こう丸めないとダメですね。まあ、プロテクター類は他と一緒かな。だからフーリガン、この肘が分厚いから、肘擦りたい人はぜひフーリガンを簡単に擦れ る, 擦れるあと、中はこれはね、ちょっと特殊なんです。これ、ノーマルがこうなんじゃなくて、単純に俺が中のメッシュが嫌だっつって外してもらってるだけです。普通はあります。まあ今俺は直側なんですけど、本当にチョコで、でまあここにエアバッグのセンサー類システムが入っていて、もう本当この白いのがエアバッグ。ダイネーザは基本的に肩とかしか守んないから前にはない。え、じゃあどうなるんですか？だからここら辺だけポン、ボディービルダーも逆三角になります。でも問題はここにエアバッグが入ってるせいでキャメルが詰めない。おー、なるほど。詰めるとしてもなんかこのここに沿った 200mm しか入んなかったから試したらちっちゃいのしか入んない。そこだけかな、なんては。動きやすさも皮も柔らかいし、全部失うんですよね。これ普通カンガルーがもっと柔らかくて軽いんだけど、まあいろんなこういうところもそうだけど、いろいろ革を使わないで軽量化してる分、牛で安全性もあるし破れないしね。全然これってあれなんですか、カタールで優勝したではない、じゃない、じゃない。あれはもっといろいろ吸ってるから。なるほど。かな。フーリガンね、日本で売ってくれたら結構いいんだけど、あと結構ね、軽い。ダイニーズのエアバッグ軽いんだよ。ちょっと持ってみたい。あ
軽いですね。後ろに甲羅がないから、ちょっと軽い。確かに、これ甲羅つい。あ、だから脊髄パッド入れてんの。そうそう。なるほど。アルパインは脊髄パッドいらないじゃん。そうです、脊髄パッド付き。だもんね。あー、なるほど。そう。って言ったことですかね。まあ、単純に俺はこのカラーリングが好きだけど。かっこいいね、リートオレンジの。デッドウルケーキのカラー。かっこいいですね。ね。やっぱ基本プリントだけど、なんかオレンジはね、ここだけあれなんですか。これはね、後からね、あ、ツイッターなんだけど、あとオレンジは皮で出せないって。この KTM のオレンジがなかなか出せないんで、この KTM、 あの、デッドブルとか蛍光だからですかね、かな。でもね、とにかく KTM とレッドブルは細かい色の指定とかね、絶対この色じゃなきゃダメっていうのがあるから、プリントとかだと若干ずれちゃう、ずれちゃったりもするから、だから他は全部プリントなんだけど、前もそうだ、 KTM とレッドブルだけはワッペン、ワッペンの皮貼るんですよ。ここもワッペン、ね、そう、もう色の指定がすごい、まあでもやっぱ俺はね、アルパインのエアバッグ好き、両方使ってみて。なるほど。え、これにもつけたことあるんですか。ん、あ、そうじゃなくて、昔大地使ってた時があ。あ、なるほど、なるほど。これ、脊髄ついてるのが楽です。楽だよね。もう、着る時とかも。もうそうだし、あんまし邪魔にならないじゃん、はい、こう着た時に。確かに。これ結構ね、肩、あ、ちょっと気になっちゃう。一応、こんな感じですかね。もう装備品、アルパインは売ってるもんね。売ってますね、一応。黒いの。黒いの製品の黒いの。フーリガンは本当に日本にはまだ入ってきてないんで、あれなんですけど、まあいずれ入ってくるかもしれない。まあ今日はこんなところかな。そうですね。一応すごいやりづらい。お疲れ様です。お疲れ様です。あとやっとくわ。YouTube 用に撮っとかないといけない。よし、これで一応今のところ紹介したのが配置、あとなんだっけ、光のフィンランドのスヌーピーじゃなくてムーミンじゃなくてスイーピーだっけと、アルパイとフーリガン、あとは下に兵道、いろいろあるけど、それはアイか。アイムはアルパイン。アルパインですね。はい、兵道がいない。兵道はいないですね。直道か。影山さんか。ちょっと呼んできてよ。影山さん呼んできてよ。ユッキーっつって呼んできてよ。とりあえずこれで一旦装備品関係は終了かな。まあこれ逆にね、パドックでこの装備のメンテしてるところとかも取れるかもしれないし。パドック行けば愛もいるし、勇気も、そうですね、くしたいですね、いるので、まあそれが取れるようであれば紹介したいなと思います。とりあえず今回はアルパインフーリガン編終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。